伝説上の大陸では、今日では、一般的に伝説とみなされている、過去の記録に登場する大陸、及びかつて仮説として提案されていたが、今日の科学知見によって否定された、架空の大陸のことについて記す。様々なタイプがあり、また、様々な物語が付与されている。伝説上の大陸の上に、古代四大文明の以前にあった高度な超古代、 文明が栄えていたとする物語が典型的なタイプである。伝説上の大陸を信じる者には、伝説などを手がかりに実在の証拠を見つけようと試みている者や、考古学、地質学、地球科学的な成果により基地の文明や文化に否定しようとする者もいる。伝説上の大陸の存在について科学的に可能性があるとすれば、 海水準の上昇による大陸平野部の水没である。最終表記が終了する際には大量の氷河が誘拐し、半地球的に海水準が100メートル以上上昇した。これにより当時の中世平野の大部分が海面下に水没し、現在の大陸砲となったと考えられるが、その時の記憶が失われた伝説上の大陸として今日まで伝えられているとも考えられる。 ムー大陸の実在を唱えたジェームズ・チャーチワードなどアトランティス大陸やレムリア大陸などの沈没大陸の実在を唱えるギシシーエたちは多くの場合その大陸が全人類全文明の発祥の地であり支配者は白人で自分たちの先祖だったと主張していた沈没大陸のギシは白人優越主義自民族至上主義を正当化し かつて全世界を支配していたと証明することで、植民地支配の正しさを主張するために作られたと考えられている。ありがとうございます。